どうもウリュウです。今回は第6節、今シーズン初のホームゲームの裏側をアップしていきます。ホームゲームといえど首都のダッカから、バスで3時間ぐらいのところに位置しているクミンラというスタジアムです。まあこんな感じでバナナとかは、その辺で売ってます。バングラディッシュはい、まあガソスタで休憩 C の、スタジアムについて、まあ、スタジアムで練習してからホテルの方に移動しました。はい、こういう風に、地元の人たちが出迎えてくれております。で、こちらがスタジアムになりまして、ナイターがないんですよね。ということは、まあ、絶対昼間のキックオフになるってことで、まあ、バングラディッシュって年中暑いんですけど、まあ、夏とかはめちゃくちゃ暑いんで、それを考えただけでもゾッとするなという、まあ、それが、ここである一番の不安要素ですね。ピッチは、はい、見ての通り、まあ、日本に比べたらもうやばいですけども、その辺の公園の方が絶対いいんですけど、まあ、バングラディッシュでは普通ですよね、これぐらいなら。まあ、でもこのセンターサークルの付近のこの土はやばいですね。これは史上最悪レベルやばいです。これ国技のクリケットというスポーツがこのスタジアムで最近まで行われてたんで、まだこれが残ってるって感じです。もうコンクリみたいな土が。はい、チームメイトも唖然ですよね。で、なんで首都のダッカ、去年までは、首都ダッカの国立スタジアムでプレーしていたんですけど、僕らはホームとして。でも今年はそれがちょっとあまりにも他のクラブが使う 7クラブぐらいでシェアしてるんで、まあ、それはちょっと良くないかなっていうことで、まあ、ここのスタジアムで僕ら専用独立して、ホームスタジアムに指定しました。もうこんな感じで引いてるんですね。日本もそうなのかな。はい、練習はサクッと終えて、まあ、その後は相手チーム、次の日に行う試合の相手チームの練習も、見れたりします。もう先日バレバレですよね。はい、ホテルに到着して、まあ、あんまり街中とか今回撮ってなかったんですけど、首都のダッカーに比べると、まあ、人混みとかも少ないですし、空気もだいぶ変わってましたね。まあ、だいぶダッカーよりはいいって感じです。まあ、いいって言ってもダッカーが悪すぎるんですけど、はい、まあ、でも結構綺麗な街で良かったです。普通に過ごしやすくて、物乞いとかもいなかったですね。まあ、飛沫飛びまくってますけど、これ3月の上旬ぐらいの試合なんで。で、ホテルは良かったですね。ホテルの環境は Wi-Fi あるし、お湯が出るし、ベッドにシミがないという。まあ茶色い水とかちょっと出てましたけど、まあお湯が出るなら OK かなという。で、こちらは夕食でして、現地選手の方のテーブルですね。まあ、どこのホテル行っても大体出るメニューって一緒で、夕食はカレーとダルという、まあ、日本で言ったら味噌汁みたいなスープに、まあ、野菜、ちょっとした野菜とご飯ですね。で、こちらは外国人選手のテーブルで、フライドライスと、まあ、焼きそばみたいなのと、フライドチキンが出てました。はい、試合当日ですね、これは。試合当日でも、ギリギリまで、こういう風に、整備してくれてて、まあ、でも、整備する時間っていっぱいあったんですけどね。これ、僕らホーム決まったのって、1ヶ月ぐらい前だったんで、1ヶ月か2ヶ月前ぐらいかな。もうこの日にやるって決まってたんで、まあ、もっと時間あったはずなんですけど、まあ、ギリギリまでやってくれてます。でも、グラウンド、ピッチのこの上とかに、こういう風にガムの袋とか落ちてますからね。あと、クラッカーの、何、破片みたいな。なんかコンサートとかやった時とかに捨てられたゴミなんでしょうけど、まあ、こういうのもギリギリまで撮ってくれてます。はい、こちらは控え室になります。まあ、このように目標やスローガンを、控え室の壁に貼っております。第1節からこの密着シリーズを見てくださってる方はもう見慣れてると思うんですけど、選手は、試合の2時間前にスタジアムに着いてリラックスモードって感じです。はい、今回はこの辺で終わります。
次回はですね、試合のハイライトになるんですけど、今節めちゃくちゃ面白いゲームなんで、お時間ある方はぜひとも見ていただきたいです。で、チャンネル登録をしますと動画の更新情報なんかもゲットできますし、僕の素晴らしいモチベーションにもなるので、ぜひまだの方はしていただきたいです。はい、で高評価なんかで応援もよろしくお願いいたします。それでは。